ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ダブルキャスト続きをやっていこうと思います。さあ、前回の配信で全てのエンディングを取り終えた私ですが、クリアレートがまだ 91.92% と、はい、残り 8% ぐらい取り逃しがあります。さあ、今回からはスキップ機能を解禁してガンガン取り進めていこうと思います。なかなかね、話の流れがね、分かりづらいかもしれないんですけれどもね、お話の流れがね、気になる方はぜひそれぞれのね、エンディングのね、動画に飛んでいただいて、もうあとは回収ノックとさせてくださいませ。行ってみましょう。多分ね、初めの方はね、もう撮り終えてると予想してるんですよ。なので自分が撮ってないと思っているところはもう撮影旅行編以降だと踏んでガンガン回していこうと思います。さあ、どこにあるかな。まずお風呂のとこですよね。お風呂のところをやってないのと、あとは推理パートですよね、多くあるのはね。さあ、もうここからスキップボタンをガンガン押していきます。はい、1個目の選択肢はもうこっちはどうでもいいので、あれですね、映画体力。一応ね、選択肢はね、お見せしていこうと思いますね。今後チャートを作るね、方の参考になればと思うんですが、今から作る人あんまいないかもしれないですけどね。はい、僕のおかげかな。はい、多分ね、そしてここの隣のベランダと上、ここでね、推理パートの時の人数の選択肢が変わるはずなので、これ少ない方が多い方をまたぐのかなと思うんですけれども、とりあえず隣のベランダの方から攻めようかなと思います。はい、ここで一風呂浴びてさっぱりしよう。で、変な誤解をされたくない。で、ここやってないのが、どれだろう。湯気で全然見えないですよ。さすが部長、察しがいい。年上の女性は対象外なんで、対象外なんで。悪かったわね。殴られた。失礼します。まあ、言ったな。覚えたセリフ全部吹っ飛んじゃったよ。あれ、これ部長の。あ、みつき。あれ、入ってたんだ。ごめんごめん。びっくりした。みつきも風呂？眠れなくて。そっか。でも今は部長が入ってる。公開される、この状況では。どうしたの？まだ誰か入ってるの？いや、まあ、なんというか。あれ、その顔君の？はい、これはどこだったかな、ちょっと覚えてないな。はい、多分前自分のということにしたんじゃないかな。はい、知らないぞ知らない。誰かの忘れ物じゃないかな。あ、そう、誰のだろう。ごめん、そこのカゴ取ってくれる？え、みつき、まず完璧に勘違いされたぞ。それにしても、なんというタイミングの悪さ。きっと神様は僕のこと大嫌いなんだ。ねえ、カゴ取ってよ。はい、ここで、もうダメだ、完全に誤解されたやるとジェノサイド行くこと分かってるので、はい、追いかけなくちゃをやります。みつき、どうしたの。どうしたのって、追いかけてきたんだよ。急に走り出すから。それに、さっきの風呂でのことは。分かってるよ。別に勘違いしたわけじゃないの。そう。おかしいよね、僕。記憶なくしてるのに。きっと本当の僕は、君のことなんて何とも思っていないはずなのに。なんでこんなに悲しいんだろう。君は僕のこと、
同情してくれてるだけなのに、記憶なくしてかわいそうだからって優しくしているだけなのに、分かってるのに、なのに僕は君に寄りかかりすぎてる。本気でそう思ってるの？本気で僕が同情だけで美月のことを。でも今の二人の関係はずっと続かないと思ってる。今の美月は本当の美月じゃない。僕の記憶？正直言って怖いよ。明日にでも急に美月の記憶が戻って僕の元から離れていく。君だって僕の記憶が戻って本当の僕のことを知った時、僕の元から離れていく。そんなことないよ。美月は美月。どんな記憶があったとしても君は君だよ。選択肢あるんかい。もうちょっと分かりやすいように、あの上行こうと思います。はい、美月。なんかこんな時にずるいよね、僕。こんなこと君の気持ちを動揺させるだけだもん。美月、君に寄りかかりすぎちゃいけないっていつも思ってるけど、でもちょっとだけ、今だけちょっと寄りかからせて。うん、僕がいるといろんなことが起こって迷惑かけてる。君にも英検のみんなにも。いっぱいある。どうしよう、ここ、こんなにあったのか。はい、じゃあ戻った方がいい。とにかく戻ろう。戻って部長に話を聞いてもらえば誤解だってことがわかるよ。別に誤解なんか。美月、僕っていつも邪魔者。僕なんていない方が。何言ってるんだよ、そんなことないよ。だって僕がこうやって追っかけてきてるのが証拠だよ。心配しないでいいよ、僕を信じて。うん、心配かけちゃってごめん。これからも僕のことよろしくね。はい、あー、なるほど、ここでセーブができるようになるんですね。やばい、ここめっちゃ取り逃してる。はい、運を選びます。部長、ちょっと待ってください。はい、本当にまずいんです。会いたかったよ、今片付けるよ。はい、とにかく逃げよう。はい、僕が狙われたのか。はい、わかりました。まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。うむ、その通り。はい、愛情不足でエンド。はい、もう当分バッドエンド11時に来ると思いますけれどもね。はい、周回マラソン1、達成率が 93.26 まで上がりました。さあ、もう1本。はい、2本目も撮影旅行編から行こうと思います。ここからグッドには行けるのかな。どうなんでしょうね、前のフラグがちょっと分かってないからね。はい、休みないの。はい、話題を変えよう。さあ、そしてまあ彼女ってとこかな。まあこの辺は撮りましたけどね。はい、はい、情けない。はい、ごめん。はい、天性のものだね。はい、まさか誰かがわざと。はい、部長と一緒がいいだろう。はい、ちょっと推理パートに行けるように、それ以外のところ。はい、そしてひとっ風呂浴びてさっぱりしよう。はい、ここで先に変な誤解をされたくない。はい、そして年上の女性やったんで湯気で全然見えないですよ。あ、そう。じゃあ出たら部屋に呼びに来てるよ。いや、もう出ますんで。それでは失礼します。これやったような気がしますけどね。一応念のためのチェックですね。まいったな、覚えたセリフ全部吹っ飛んじゃったよ。あれ、これ部長の。あ、美月。あれ、入ってたんだ。ごめんごめん。びっくりした。美月も風呂。
うん、眠れなくて。そっか。でも今は部長が入ってる。誤解される、この状況では。どうしたの？まだ誰か入ってるの？いや、まあ、なんというか。あれ、そのカゴ君の？はい、ここで、すっとぼけるしかないだったかな、やってないの。え、ああ、本当だ、気がつかなかった。誰のだろう。ごめん、そこのカゴ通ってくれる？え、あの美月！まずい、完璧に誤解されたぞ、誤解されたぞって言いそうになった。それにしても、なんというタイミングの悪さ。きっと神様は僕のこと大嫌いなんだ。ねえ、カゴ取ってよ。はい、これでダメだわ、ダメなので、はい、追いかけなくちゃ。みつき！どうしたの？テイク2ですね。どうしたのって、追いかけてきたんだよ、急に走り出すから。それにさっきの風呂でのこと。うん、分かってるよ、別に勘違いしたわけじゃないの。そう、おかしいよね、僕記憶なくしてるのに。きっと本当の僕は君のことなんて何とも思っていないはずなのに、なんでこんなに悲しいんだろう。君は僕のこと同情してくれてるだけなのに、記憶なくしてかわいそうだからって優しくしているだけなのに、分かってるのに。なのに僕は君に寄りかかりすぎてる。本気でそう思っているの？本気で僕が同情だけで美月のことは。でも今の二人の関係はずっと続かないと思ってる。今の美月は本当の美月じゃない。僕の記憶？正直言って怖いよ。明日にでも急に美月の記憶が戻って僕の元から離れていく。君だって僕の記憶が戻って本当の僕のことを知った時、僕の元から離れていく。そんなことないよ、美月は美月。どんな記憶があったとしても君は君だよ。はい、2つあるからどっちにしようかな。これちょっと待てよ、これはつまりにしてもさっきの選択肢が出るかどうか。え、なんかこんな時にずるいよね、僕。こんなこと君の気持ちを動揺させるだけだもん。美月、君に寄りかかりすぎちゃいけないっていつも思ってるけど、でもちょっとだけ、今だけちょっと寄りかからせて。うん、僕がいるといろんなことが起こって迷惑かけてる、君にも英検のみんなにも。はい、これ違うんだ、困ったな。考え方を変えてみたら、どうしよう、考え方を変えてみたら。はい、例えばこう考えたら、君が狙われてるんじゃなくて主演女優としての君が狙われてるんだって。え、つまり誰かがこの映画の完成を望んでいないから君に厄災が降りかかる。あ、災難だった、君に災難が降りかかる。ほら、こう考えれば。そっか、なんだ、僕のせいじゃないんだ。とにかく戻ろう、部長も心配してるよ。うん、心配かけちゃってごめん、これからも僕のことよろしくね。これは好感度が難しいですね。はい、記録します。うん、風呂？美月、玄関の方をお願い。はい、会いたかったよ。そして今片付けるよ。はい、凶器をなんとかしないと。はい、どっちでもいいんだけど写真のことを話してみよう。はい、わかりました。はい、推理パート行けましたね。はい、ここでやってないやつ行こうと思います。やっぱり佐久間か。仮に佐久間が犯人として何のためにこういったことを。
映画を完成させないため。だったらなぜ完成させたくないんだろう。この映画を一番見せたくないのは、見たくないのは誰だろう。昔このシナリオの女優を自殺に追い込んだ監督、もしかしたら佐久間はその監督の息子って。なんでわざわざそんなことしなくちゃならないんだ。想像が飛躍しすぎだぞ。なんか余計にわからなくなってきた。もし佐久間じゃないとすると一体誰なんだ。そうなるとまるっきりわからない。僕の知らない第三者なんだろうか。見当違いですね。あ、もうこれで完全にエンディングいっちゃうんだ。なるほどね。あー、ごめんなさい、遅くなりました。結構無情ですね。いや、まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。うむ、その通り。あー、やっぱりあれですね、遥の方行くと愛情足りないってなるんですね。さあ、バッドエンド11真犯人12回目ですね。もうここにめっちゃ来るんでしょうね。さあ、達成率は 94.42% まで上がりましたと。さあ、もう一本ぐらい行ってみようかな、迷うとこですけど、今回はこの辺にしとこうかな。はい、では、ね、主にお風呂に入ったところで、どんなことがあったかっていうのがね、ちょっとね保管できましたね。はい、まだまだこの達成率回収マラソン続けていこうと思います。では今日の動画はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日あまり朗読してないけれども、とりあえず回収お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のダブルキャストあるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。